まずは今日先ほどですね、大津さんの、ね、に対して訴状を出してきました。裁判所の印鑑も押してくれてます。で、まあ、1000万円の慰謝料を払ってくれということなんですけども、何をしたかっていうとですね、まあ、大津さんも今すでに動画が消されていますが、もうちゃんと DVD に証拠は焼いてあります。今月の4日の夜中の1時ぐらいにですね、このような YouTube をしています。立花隆のスポンサーが雇った折原が大津彩香を殺すように依頼されたと自白する音源について語るということでですね、この大津さんと大川博さんと折原さんという3人がどうも電話でお話をしているようです。3時間ぐらいに及ぶそうなんですが、僕はこの電話の内容については一切聞いていません。三者通話をした中でですね、どうも折原さんが、立花のスポンサーが折原にお金を払って大津を殺すように言われたというような発言があるようです。で、まあそれは全然この3人で話している分には全然問題ないんですけども、問題はその後、この大津さんと黒川君が2人で YouTube をしてですね、ここの3人で話した内容を世の中の人に YouTube で公開したことが名誉毀損に当たるということだと。まあ、特に悪意を持って編集をしてますよね。どうもその折原さんはそういうことじゃないということを3時間の中で言ってるようなんですが、まあ、黒川君が編集をした音声をですね、悪意を持ってですね、15分ぐらいの YouTube で話をしてですね、大津さんが何か立花さんの不正を追及にしに行ったら、こんな殺されると言われて困ってますで涙流してるんですよね。で、これだけを見たらめちゃくちゃ立花悪い人じゃないですか。で、ただまずですね、一つ、例えばですよ、この人がこの人を殺すっていうのに事前にこの人とまず話します？非常に不思議な状態ですよね。で、大津さんはその後も今月の4日以降もですね、いろんなところで、なんか私はここにいますとか、2日ほど前だったら西宮のね、服部君のところに行ってるとか、その前は松本夏樹さんっていう人と富士急ハイランドとか、私はこういうところに行ってますっていうことで、到底も人から殺害予告されている人の状況ではちょっとないと思うんですね。で、つまりどういうことかというと、これをね、普通に見た人からすれば、ああ、なんか大津さん、こう立花さんの知り合いに殺されようとしてるのかなって見えちゃうんですけど、僕の方から見るとね、いやいや、何言ってんのよって、あなたたち3人が勝手にそんな話捏造してるんでしょ、作ってるんでしょって。だって大津さんと大川博さんは当主と秘書とかいう関係ですよね。で、折原さんと黒川君はお友達なんですよね。そんなの僕から見たら、この3人で作り話なのかをしてるだけだと思うんですよ。それをなぜか大津さんと黒川君がネット上で公開すると、僕めっちゃ悪い人じゃないですか。そんなのこの人だけが言ってる情報を信じて世の中に撒き散らかしたらダメでしょって。それは折原さんが言ってるだけなんで、この人が嘘をついてたりすることをちゃんとよくよく調べないと、いずれにしても一人の人から電話で聞いたようなものをですね、拡散するっていうのは、これ明らかに名誉毀損だというように私は考えまして、ほぼ間違いないと思います。っていうのは、この人が言ってることを拡散するとかっていうことをやりだしたら、いくらでも人を誹謗中傷する、名誉毀損するようなことができるわけですよね。で、これの典型的な裁判があったのが、橋本徹さんというね、弁護士さん、当時は大阪市長だったかもしれませんが、橋本徹さんの悪口を書いた人がいるわけですね、ツイッター上で。で、それを非常に有名なジャーナリストの方がね、岩上康美さんという人がリツイートしたわけですね。橋本徹さんはこのジャーナリストを訴えたんですね。あなたは拡散力があるだろう、この嘘を信用して拡散したのって言って、結局橋本徹さんの裁判を勝ってます。最近で言うと水道橋博士もそうですね。松井一郎さんに対してめちゃくちゃなことを書いてるものを拡散したんですね。松井さんは水道橋博士を訴えて、水道橋博士が負けているということなんですね。黒川君がこの間、先週かね、言ってましたけど、折原から聞いたんだ、折原から聞いた音声があるんだ、だからこれが正しいんだとかって言ってますけど、ちゃんと調べないと、いわゆる真実や真実相当性ってないと名誉毀損になると。
いわゆる殺人のこれ共犯になるわけでしょ。お金払って自分では殺さないけど、お金を払って大津さんを殺してくれみたいなことを僕が言った。あるいは立場のスポンサーなので僕が言わなくても、僕の周りにはお金を払って大津さんを殺させるような危険な人が私のスポンサードをしているということになるから、どっちにしても名誉損なんですよね。大津さんは折原君が言ってたから全部折原のせいなんだと思ってると思うんですよ。でも折原君は拡散したわけじゃないです。大津さんが拡散したわけですね、黒川君と一緒になって。だから今回は大津さんが被告と、もちろん黒川君を被告にするのはできるんですけど、もう両方訴えるのも面倒くさいし、大津さんがあとは黒川君と話をすればいい。どっち、僕は2人から被害を受けてるけども、大津さんだけを訴えるっていうことをしてるだけの話で、もしあれは黒川さんが悪いって言うんだったら、大津さんと黒川君の間で求償権とか、ね、まあ、いわゆるこの2人で決めれるので、大津さんがですね今回被告として1000万円の損害賠償請求訴訟を起こさせていただきました。でこれ以外にもですね、大津さんが4月の7日に、僕が不正をしているかのようなですね記者会見をされたりとか、あと僕が一度も逮捕されたこともないのに逮捕されたことがあるとかですね、あと反社からお金を借りていると、まあこれは主に黒川君が確かに言ってるんですけども、まあ、それを大津さんの指示のもとに言ってるっていうか、まあ政治家女子48の幹事長として最初なのって言ってるので、まあ、そこには共謀とかがあると思いますから、まあ、それも大津さんを被告として、これからあと今日訴えた1件プラスあと3件ですね、立て続けにトントントンと訴えていこうと思ってます。まあもちろんね、原告被告が同じなので一つの事件でまとめることもできるんですけども、今申し上げた通り、僕が殺人の、まあ、共同共謀正犯であるかどうかっていう裁判と、僕が党のお金を不正に使ってたかっていう裁判と、僕が過去に逮捕されたことがあるかないかっていう裁判と、あとは僕が反社からお金を2000万円かな借りたかどうかっていう、それぞれの判決をもらわないとですね、国民の皆さんに分かりづらいので、少なくとも4つの裁判をしてですね、皆様にこの辺のね、大津さんの発言について、発信について、それが本当なのか嘘なのか、だってネット上でこれ本当か嘘とやり合っても意味ないじゃないですか。ちゃんと間に裁判官というねレフリーを入れて、そこにお互いが証拠を出し合って、どっちが真実なのかっていうのを裁判所に判断していただいて、皆さんに発信していくということが大事なので、実際に発言をしてから、4月の発言からはもう70日ぐらい経ってるのかな。でも時効っていうのは3年とかありますから、このように裁判をするのにちょっと時間がかかっていて、判決が出るまでまた1年とかかかります。でも必ずこうやって一つ一つやっていきますので、立花を応援していただいている方、政治家女子法廷等を応援していただいている方、今ね本当にまさに印象操作なんです、この2人ね。事実無根の話をもうバンバンしているので、それをこれから法廷というところでですね、どちらが言っていることが正しいのかというのを一つ一つ明らかにしていきたいと思っておりますので、時間かかりますけども、お待ちいただきたいと思います。 NHK をぶっ壊